The many in the West hoped that Western sanctions and Mr. Putin's blunders in Ukraine, including the senseless sacrifice of legions of young Russians, might doom his regime.西側諸国にいる、多くの人は、西側のサンクションが正規かな？制裁。制裁。あ、制裁ですか。西側の制裁と、プーチンの大失策、あ、ウクライナに対する大失策、を、望んでいる。で、あと、で、それは、インクルーディングが、その、あれですね、その、失策の内容で、若いロシア、ロシア人、若いロシア人ですね、これ。うん、そう。の、リージョンなので、リージョンなので領域とかだと思うんですけども、レジョンズオブってたくさんの、ああはい、たくさんのレジョン、あれですね、領域とか、え、あの軍隊、群衆、隊軍、群衆です、たくさんの、はい、ありました。若いロシア人の群衆の、サクリファイスなので、自己犠牲じゃないよ。サクリファイス。サクリファイスって、献身とかですかね。違う。犠牲か自己犠牲的行為、はセルフサクリファイス、はい、の犠牲、無意味な犠牲、は犠牲、なんでここでターンマイになってんだ、犠牲を含んで含む、マイトビーがちょっと待ってください、プーチンの、愚かな、ウクライナに対する、失策と、西側諸国の、あれ、サンクションなんだっけ、あ、そうか、制裁、すみません、ちょっと、見えなくなっちゃいました、これサクリファイスのとこを。いいよ、はい、あと彼の、彼の体制をそのダメにするって意味ですね、多分。うん、で、そこのメニーからですね、ウクライナまでのが、一つの主語になってて、でこれがその、主語はどれ、主語がですね、メニーからカンマ の、ルシアンズまでですね、ルシアン、ヤングルシアンズのカンマまで、どれが主語で、違うよ、あれ違うんですか、うん、メニーですね、メニーが主語です、違うよ、メニーじゃないんですか、My doom his regime の主語何、いや、メニーだと思います。違うよ。もう一回この文章を訳して。はい。ロシアの、ロシアの、ロシアの、
若いロシア人のロシア人大衆の無意味な、無意味な犠牲を含む、いや今日君一緒だからさ、そうかこれだミスターからだ、えミスターから、ルシアンズまでが、マイトの主語じゃないですか。違う、あれ今日君しかいないからもっと落ち着いて考えて。おかしいな。落ち着いて考えて。はい。上から順番に訳していけばいいんだよ。ああ、わかった。これだ。ウエスタンサンクションズと、ミスタープーチンから、ウエスタンサンクションから、ヤングルシアンまでが、このマイト・ドゥーブの主語ですね。ああ、そうそうそう。で、これがダットから、その最後までが、そう、ホープの、ホープしたい、あの、ウエストがの、うん、ウエストのたくさんの人が望んでることですね。わ、うん、かった？はい。Yet it survived。ここは？それは生き残った。それは生き残った。何が生き残ったんだ。ああ、多分、ウラジミール・プーチンの体制が、にもかかわらず、ウラジミール・プーチンの、体制は生き残った。うん、そう。As our study this week of life in Vladivostok shows, the resilience have several foundations. これは？んライフが多分、命って意味じゃないような気がするんですよ。そうだよね、命じゃないよね。そうですよね。ラジオストックの、ウィークオブライフ、ディスウィークオブライフっていうのが多分なんかあのイディオムなんですけどの、我々の、研究とか、調べたことがとして、どれがイディオム？いやその、This Week of Life が多分一つの違うよ、イディオムじゃないよ、普通の英語だよ。何言ってんだよ。今週の今週ライフなんだ、ライフが何かあるかな、なんかちょっとライフがよくわかんないな。もっと素直に訳せばいいんだよ。ああ、もしかしてライフってあれですか、政権が、政権の命か。違うって、違うって、君はいつもね頭いいから考えすぎるんだ、はい、優しいことを難しく考えちゃうんだ。違うよ。ちょっと後ろから読んでみます。え？後ろから読んでみるともしかしたら分かるかもしれないんで。その、弾力性とかその、その弾力性は、回復力、その回復力は、セベラルファンデーションズ持ってる、ファンデーション、ファンデーション、はい、これ、あの基礎、いくつかの、基礎を持っている、どういう意味で前の方は何て訳すの、命の、命じゃないみたいな、命じゃない、ちょっと命じゃないから、あの頭が
あれしないです。ウラジオストックの、ショーズって何、生活か、え、生活じゃないですかね。うん、それでショーズって何、ウラジオストックの生活、今週の、ウラジオストックの、生活に関する我々の、調査がはノーノー、ウラジオストックショーズです。このショーズって何、調査が見せるってことなので、証明するとか、ということが示されるとかですね。違う違う、僕今君に見せてるよ。あれ、ショー見せ物ですか、うん、番組ショー、そう番組だよ番組。はあ、ウラジオストックの番組、ウラジオストックの番組に、番組の中の、ああ、そっか、あった。ウラジオストックの番組に、その、This Week of Life っていうのがあるんですね。で、それが、それに関する、それの、それを、調査してるっていうんですけど、私たちの調査と、同じように、あ、これ調査、ごめん、示しているだった、ただ単に、はい、ワーク、ウィークオブライフって何、あ、今週の、あ、今週、ウラジオストックでの今週の生活に関する、我々の調査と、調査、ショーズって何、ん、ショーズ、ショーズは番組ショーです、ね、違う違う違う、ただ単に示しているですよね、あ、そうそうそう、示しているなので、その調査が、そのプーチンの、その体制の、基礎をいくつか持っていることを持った、回復力を、示している。違う違う違う、もう一回ちゃんと訳して、はい、我々の研究として、我々の調査として、我々の調査として、ウラジオストックでの今週の生活は、プーチンの体制の、回復力、違うな、あれ違うな、これハズが来てるのでハズが来てるので、多分ここの前が結構長い主語になってると思うんですね。前って何？いつレジリエンスが多分主語ですね。え？いつレジリエンスがハズの主語なので、うん、カンマで切れる、ちゃんと切れ、アズからカンマまでが一つだと思うんですね。うん、それでそのアズからカンマまでどういう意味なの？アズからカンマまでどういう意味なの、うん、我々の調査っていうのは、あれは調査というものの、ここに多分ザットが消え、隠れてると思うんですよ。うん、いいよ、それで。でですね、そのザットがですね、アワースタディを就職してるんですね。うん、で、そのザットがの中の文が This Week of Life in Vladivostok Shows なんですよ。うん、で、それどういう意味？で、今週の生活の今週なので、うん、生活の今、ウラジオストクでは生活の今週が、
でもこれ、ショーズが目的語はないんですよね。え？目的は何？はい。あるよ。目的語っていつレジリエンスからファンデーションまでですかね。ああ、違う違う。目的は何？目的語がないであするよ。ね。あるんですか？これ、目的語がな、省略されてるんですか？されてないよ。ありえない。あれ？おかしいな。もう冷静に考えて。はい。他の人いないから、君だけだはい。から、焦ることない。As our study this week of life in Vladivostok shows、 この意味は？見せてるようにだ。多分、うん、そう、それは合ってるよ。これ文章構文はどういう構文になってるの？多分ですね、アズからですね、ショーズまでが一文なので、要するにその、アワースタディが、その、見せてるようにって、ここが切れるんだと思うんですね。うん、それで？なので、ウラジオストックでの、今週の生活、に関する、我々の、研究が見せているように、プーチンの政権の、回復力は、いくつかの、基礎があること、ある。うん、意味は正しいけど、文はい。章構文は全然分かってないな。あ、そうですか。よし。しか小図のし、目的語何？ショーズの目的語ですか？うん。アワースタディです。うん、そうそうそう。やっと分かったな。ウィークオブライフは？This week of life の意味は？生活の今週。うん、どういう意味？生活の今週ってどういう意味？ウラジオストックの、状況という意味ですかね。ね、上下、ちゃんと訳して。ウラジオストックの、アルコールどうやってやるのかな。一般の人の生活とかじゃないですかね。違う違う、いい加減に訳さないで。生後か。生後じゃない。あれ、これなんでこうなっちゃうの。こんなの申し込まないで。右上にバッテンがあります。あ、間違えた。なんで GU が出てきた。なんで高校が出てきた。答えは、ウはラい。ジオストックにおけるこの1週間の生活、この週間の生活。うん、が示している研究のように、その回復力はいくつかの基盤を持っている。いい？ロシアズイコノミーハズビンナリエンジニアだ。これは？ロシアの経済は、
再設計とか再エンジニアリングなので、再エンジニアリングなので、再設計じゃない、再設計じゃない。うん、これ再設計。再設計。されて。再設計。されてきた。されてきた。Oil export bypass sanctions and ship to the global south。はい。石油の、輸出は、規制をバイパスして、規制を、バイパスだから、その要するに、あの、逃れて、まあ、バイパスしてきました。逃れて。いますバイあ。違う違う。規制をバイパスする、違う。そうだね。あ、石油は、あれでもこれ、オイルがエクスポートしちゃ困るよな。オイルエクスポーツ、バイパスサンクションズだから、その名刺、一つの名刺だと思うんですよね。どれが？オイルエクスポート、これ、エクスポーツが多分動詞ってわけじゃないと思うんですよ。オイルがエクスポートしたら困るので。ただ、バイパスが主語ですね。じゃあ、バイパスが動詞ですね。うん、それで？で、アーシップとはもう一つ、その、オイルエクスポーツにつながっていて、グローバルサウスへ、さっていう、要するにその、オイルの、輸出は、規定をバイパスして、オイルの輸出は、グローバルサウスに、シップさ、輸出、送られる。うん、はい、それで、ウェスタンブランドいいか？わかる？はい、大丈夫です。ウェスタンブランド from BMW to H&M have been replaced with Chinese andローカルサブスリー、これは西側のブランド BMW から H&M に至るまで西側のブランドは中国や現地の代替品に置き換えられてきた。 In the textbook and the media, a seductive narrative of nationalism and Russian victimhood is promulgated. の textbook、教科書やメディアはにおいて、セダクティブというのは魅力じゃないですかね。魅力的なナショナリズムの言い回しやロシア の, 犠牲者であることがプロマルゲーテと広められた。で、ディシデント・アット・ホーム、国内における異議ディシデント・アット・ホーム has been strangled、 抑圧されてきた。 Mr. Putin's most charismatic political rival, Alexei Navalny, was murdered in the Gulag in February. プーチンの最も、カリスマ的な政治のライバル、ナバルニーは2月に、Gulag というのは何だっけ、遠隔の、収容所、グーラグ、で殺された。遠隔の収容所、グーラグって何だっけ、強制労働収容所、旧ソ連の強制労働収容所だけど、はい、今はね遠隔 の, 収容所、強制労働収容所はないからね今、はい、So far the Kremlin has had no difficulty controlling the blame clouds mourning himソファ、今までのところクレムリンは、主にヒム、ナバルニーを悼む勇敢な民衆クラウドを管理するために困難は持っていなかったということですね。はい、いいかな今日は。結構ね難しい、英語難しい、今日の英語は難しいんでね、はい、なんていうかな、想像力をたくまくしないとなかなか理解できない、はい、ということでいいかな。はい。
ありがとうございました。うん、意見、他に何か質問ある？大丈夫です。うん、でさっきの話はまたこれで録音をね、今やめる。